先月、静岡祭りの開催中、静岡市葵区の駿府城公園の上空にドローンを飛ばしたとして、男性2人が書類送検されました。航空法違反の疑いで、今日静岡地検に書類送致されたのは、左官の23歳の男性と34歳の男性です。警察によりますと、2人は先月7日、静岡祭りで多くの人が集まっていた静岡市葵区の駿府城公園の上空にドローン1台を飛ばした疑いが持たれています。会場で警備に当たっていた警察官が飛んでいるドローンに気づき2人の送致に至りました。警察の調べに対し2人は飛ばしてはいけないとは知らなかった、桜を撮影して SNS に投稿したかったと話し容疑を認めているということです。警察は、人が多く集まるイベント会場において、雑踏事故やテロの未然防止のため、警戒警備を実施していると注意を呼びかけています。